じゃあ前回の続きです。このシステム700の VCO ですね。これはね、LFO にできるんですよ。レンジをローっていうのにするとこれ LFO になるようになってるんです。でこの VCO の出力をこのゲートトリガーインに送ります。そうするとこうまあ普通に動くんです。でこれで調子いいじゃんとか思ってるとですね、これパルスの幅ここで変えます。こういうなかなかテンポ狂っちゃうんですよね。困ったことに試しに例えばこれをこのチャンネル2の電圧をこの VCO のさっきシステム 100m でやったのと同じようにパルスワイズのモジュレーションインに入れてやります。そうすると何が起こるかっていうと、こういうテンポが変わっちゃうんですよね。非常に妙なことが起こります。本当はこう元はこういうテンポで、なのにパルスの幅変えるとこういうふうにテンポが変わってしまうという、そういう奇怪な現象が起こってしまう。でこれは困るんですけども、これなぜかというとですね、これ実はなかなか複雑な問題があって、その VCO の設計上の問題なんですね。このシステム 100M の VCO とこのシステム700の VCO って多分設計の仕方が違うんです。でその問題で、今みたいなトラブルが起こるんですけども、それがなぜかっていうのをちょっとマニアックですけど次回説明してみたいと思います。